午前9時半前です。国交省の職員が立ち入り検査のためトヨタ自動車の本社に入っていきます。世界に誇る日本の自動車メーカーが国の立ち入り検査を受ける異例の事態となりました。心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。トヨタ自動車がしていた不正とは、自動車の大量生産に必要な型式指定の申請です。トヨタでは出力の足りないエンジンが基準を満たすようコンピュータ制御に手を加えたり、規定と異なる条件のデータを使ったりしていたということです。不正があった台数は7車種でおよそ170万台にもなります。この型式指定の申請をめぐってはトヨタグループのダイハツ工業やトヨタ自動織機で不正が相次いだことを受けて、国土交通省が各メーカーに調査を求めていました。トヨタグループの不正が発覚したとき、トヨタ自動車の豊田会長は、トヨタグループに私自身が責任者となろうと。しかし今回その本丸、トヨタ自動車でも不正が発覚してしまいました。まあ、正直残念な気持ちと、ブルータスお前もかという感じじゃないでしょうかね。私も含めて一体どんな工程で何が行われているのっていうのがですね、はっきり分からなかったんですね。短い納期で何度もやり直しをするというところで、最後のところにですね、大きな負担をかけてしまったんじゃないのかなと思います。まあ、遅かったような気はしますね。他社さんが出てた中で、はい、ちょっと時間かかりすぎたのかなと。みんな頑張ってるのに対してそういうふうにやっぱ出ちゃうと、やっぱ頑張ってる人たちがやっぱ損っていうか、かわいそうですもんね。やっぱそういうのって社会の目っていうのは結構やっぱ厳しいんじゃないですかね。国土交通省は今後関係者への聞き取りや資料の確認を進め、行政処分を検討するということです。